皆さんこんにちは。こんにちは。今日はこれを紹介するのだ。これ全部コーンスープ？そうなのだ。左からトップはセブンプレミアムクノールカックスープだね。ざっくりとした商品内容はこんな感じなのだ。クノールの値段がハテナなのはなんで？レシートがどっかに行っちゃったのだ。悲しい。箱をくるくるさせてるわね。作り方を探してるのだ。中身をカップに入れてお湯を注ぐだけね。よくあるタイプだね。作ってるのはユナイテッドフーズ株式会社、セフコフーズ株式会社ってあるわね。調べた感じだとどちらもユナイテッドフーズインターナショナルって同じグループみたいだね。依頼されて商品を開発、製造する会社さんだって。次はセブンプレミアムね。箱が真四角だね。素材本来の美味しさを生かし、味わい豊かなコーンポタージュに仕上げましたって書いてあるね。作ってるのは国家札幌フード&ビバレッジ株式会社。国家コーポレーションと札幌飲料が経営統合してできた会社さんみたいだね。経営統合してたのは知らなかったのだ。最後は味の素のクノール、粒たっぷりコーンクリーム。クノールはドイツの会社で、日本では味の素がライセンスを取って生産してるんだって。ドイツのブランドだったのね。知らなかったわ。中のスープはこんな感じになってるのだ。トップバはよくある形だけど、セブンはスティック型になってるのね。せっかくだから一袋の重さを測ってみようか。ざっくりだけどトップバは 18g ね。セブンも 18g だね。クノールは 17g、 どれも少し多めに入ってたわね。じゃあ指定された量のお湯を注いでいこう。トップバは 150ml 注いですぐに15秒かき混ぜるのね。ちょっと入れすぎちゃったね。ささっとかき混ぜちゃいましょう。セブンも条件は同じだね。この前今川焼きをやったじゃない。皆さんからたくさん名前を教えてもらったわね。予想以上に数が多くてびっくりしたのだ。たまに出てくるベイクドもちょもちょって何かしら。2021年頃に突如現れた呼び方みたいだね。ツイッターで検索しても出てくるから、この呼び方が定番化する日が来るかもしれないね。完成なのだ。じゃあ飲んでみましょう。見た目はそんなに変わらないわね。ちゃんと粒があるね。まずはトップバからいただこうか。トウモロコシの粒が戻りきってないのかしら。ちょっと嫌な予感がするね。そこの方に溶け残りがないか確認したから飲んでみるね。当たりか外れ、どちらかしら。味は薄めでトウモロコシが戻りきってないね。お湯を入れすぎたコーンスープの味だね。お湯を 4g 入れすぎちゃったけど、これが影響してるとは思えないから、もともと薄いんでしょうね。ちゃんと溶けてたから粉っぽさはなかったね。トウモロコシの粒は一番少なかったのだ。次はセブンプレミアムね。これはどうだろう。粒はしっかり戻ってるね。塩気はちょっぴり弱めだけど甘さがあり、牛乳の味を感じるのだ。トップバとはかなり違うみたいね。最後はクノールだね。定番のコーンスープね。粒に甘みがあってスープの旨味は一番感じるね。セブンのようなミルク感は少ないかな。じゃあ順位と星評価をお願いできるかしら。1位クノール、2位セブン、3位トクバだね。セブンはミルク感、クノールは旨味が特徴的だったね。じゃあトクバは。薄いスープだね。でも香りは良かったよ。逆にセブンはちょっと弱めだったかな。飲むのに時間がかかってぬるくなってきたんだけど、ここで味に大きな差が出たのだ。どんな違いがあったの？セブンとクノールは美味しいんだけど、トップバはまずくて飲みたくない味になるのだ。飲めないんじゃなく、飲みたくない味ってのがリアルね。トップバは作ったらすぐ飲むのをおすすめするのだ。コーンスープなのに思った以上に違いがあるのね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。
それでは皆さん、ごきげんよう。